どうもこんにちは、カナンの長崎秀弘です。カナンの立石純也です。よろしくお願いします。でもだいぶ変わってきたんだろうね、今の時代って。動画もありますしね、ね、広くできるとは思うんですけど、長崎さんの時代は逆にこういう学びってどんなもの？目の前のことしかなかったよね。逆にシンプルでよかったかもね。確かに確かに。あんまりこう複雑にいろんなことしなくてよかったから、だから俺今のやっぱ若い人たち大変だと思うよね。まあ自分でもやらなきゃいけないんだけどまあ学び続けないといけないですからね。うん、まあ、でもどっちかというと俺よりも立石さんの方が今の子たちにより近いし、はい、どうその学びというか、まあ、幅広いと思うけど、はい、そうですね、なんか僕の時代も半分は多分長崎さんと同じ感じで見て、ね、あの営業で見て学ん で今は新しくね、ヘアキャンプさんもやってる通りオンラインサロンとか、うん、あとはセミナーとかであの自宅で簡単に見れるような感じになったと思うんですけど、うん、やっぱりこう情報が多くなったんで、うん、なのでその分あの自分で必要な情報を的確にこう取らないと、うん、なかなかこう情報がどん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 入ってきちゃって、うん、本当に自分の必要なものっていうのが見つからなくなってしまうっていうことが起きてるのかなっていうのは今思いますね。なんかあれかな、じゃあそのなんか美容師として、はい、例えばまあ俺ってそんな情報のない時代を経て、じゃあ俺ってカラーでもやってみようかなみたいな、はいはいはい、まあ、ある意味、はい、あの自分のオリジナリティっていうものを、はい、まあ、持てる時代だったのかもしれないけど、こんだけね教育はやっぱり昔よりも全然いいと思うんだよね、はい、だからこそあなたじゃあ一体どんな美容師さんなんですかっていうのが、うん、っていうことかな、はい、まあ、みんなが発信もできるし難しいですよね。この人が本当にじゃあどれぐらい教育を受けて、うん、どれぐらいできてっていうのもネットの表面上でしか見えないんで、確かにやっぱりその中で売り上げ上げてる人とか、うん、まあ、上げてない人とかいろいろいると思うんですけど、うん、どこがじゃあ、着地点なのかなっていうのはあの教育というか ね、 そうだよね、学びの着地点なのかなっていうのはあると思うんですけど、僕の中では美容師ってまあ一生学びだと思うので、うん、学びを止めないことが、まあ、長崎さんもね未だに進化を続けてると思うんですけど、うん、新しいことを考えて、やっぱそういうのはずっと大事なことかなとは思っています。そうだよね、はい、一応店もやってると僕やっぱりスタッフさん、まあまあ、全国の美容師さん、あとは美容学校生さん思うんだけど、やっぱり早く自分の持ち味に気づいてもらいたいよね、うん、なんかそこですね。美容師さんってさ、まあ、人もそうだけど自分自身に気づいた瞬間にこうガッといけるじゃん、はいはい、確かにね、カラーとかレシピとかさあのいつもこう、はい、頑張って自分で iPad に打ち込んでるじゃん、あれ気づいた瞬間からやっぱりね全然変わるもんね、世界がね。そうですね、うん、前のお店もいいお店だったと思うけどさ、はい、やっぱり自分の興味があるところに対してもっと知りたいと思って店を選んで動く人と、はい、まあ、新卒者のことを悪く言うわけじゃないけど、はい、まあ、こう教育のできるサロンに入りたいと思って来てるわけだから、うん、一体何が学びたいかというのは明確でない人たちと、はい、やっぱりそれはあの受ける講義のリアクションもやっぱり変わってくるんだろうね。そうですね。例えばまあ最初1回目2回目の施術の時ってまあそんなにお客さんとのまあ距離感もあるし、うん、まあ、ある程度まあ距離感を逆に作らないとまあいけないという部分もあるから、まあちょっと今接客のことをちょっと固く話しちゃいますけど、はいはい、ある程度6回とか7回とか8回とか ある程度の回数とあとは自分とお客さんの距離感が近づいたなと思ったら対応もやっぱお金もらう以上お客さんと美容師の関係だけど、そのなんていうのかな、ちょっとお客さんに少し踏み込むタイミングの勘繰り方、はい、例えばあの先輩といつも先輩後輩の間柄で来たけどちょっと何ヶ月か経って先輩とより親しくなりたいからちょっと甘え方を変えるタイミングとか、なんかあの辺の本能の持ち方って結構人それぞれ違うから面白いよね。やっぱその辺の嗅覚って美容師として磨かないといけないのかなっていうところあるよね。本能ね、匂い、
そろそろいけるかな、立石さんにそろそろ甘えてもいいかなっていう匂いね、はいはい、なんか20代の頃は結構こうしなきゃいけないとか、なんかいろいろこう意識をしすぎて、なんか接客が硬くなったりとかしてたんですけど、やっぱり30代超えてくると昔みたいな本当緊張感っていうのがほぐれてて、そうですね、やったことが報われやすい時代になったんじゃないかな。確かに確かに、まあその分やってる人とやってない人の差がだいぶ開いてるなっていう感じはあります、ね、ただなんか一つもなんかその SNS だからそういう情報の渦の中に入り込みすぎて実際のリアルな人間関係をないざりにしないでもらいたいっていうのはあるよね、はいはいはい、ありますね。結局やっぱりその SNS はきっかけであって、あの全ての物事が生まれるのがリアルだからね、はい、いろんなお客様と生涯関わっていくと思うんですけど、やっぱりそれをこう培う、あのいろんな人と付き合っていくこと方法を培うっていう意味で、やっぱりあのスタッフ同士もそうだし、そういうところで気遣いあったりとか、いろんな思いやりっていうのをあの考えて働くことが、そのお客様にいい接客をすることに対するつながりになるのかなと思いますね。本当にそうだよね。あの、はい、まあいい練習というかね、はい、本当にそうだよね。あとはまあ長崎さんでいうと熱意ってところですかね。まあ、はい、そうね、熱意を持って人と付き合ってるっていうのが、やっぱり僕はすごい教育を受けたりとか、あの身近にいて、あのすごい大事だなっていうの。それは嬉しいね、言ってもらえるのね。いやもう本当に長崎さんのセミナーはベースだからね、俺のなんかそのベース言ってもらえるの嬉しいよ、うん、燃えすぎないように、はい、あのいつも散歩したスタンスでね、はい、火のバランスを取ってもらって労働時間を自分の中でもうどんどん減らしていく、はい、イコールお金はついてこない、うん、であのこれはね資本主義の社会だからどうしてもそうなると思うんですよ。やっぱり忙しさで休みすらもない状態で働くイコールお金も増える、うん、っていう中で自分のバランスをちゃんと見据えて老後も含めて考えていかないと、今だけの問題でこのものに対してそのバランスを変えているとちょっと大変なことになるんじゃないのかなっていうのは感じますね。だってほら立石さんだって毎週ね週休2日があったところからこういういろんな仕事をやるようになって、はい、あのそこもなかなか取れないで仕事先に向かわなきゃいけないっていう状況になってきて、はい、自分の月間の休みが1日2日減るかもしれないけどその分サラリーは上がるじゃないですか、はい、このバランスなんだろう ね、難しいバランスです未だに自分もそのバランスはうまくできてなくって、例えばコロナだと、はい、今僕ちゃんとお休み取れるんですよ、うん、でも自分の分の給料っていうのはあの店の状況も怖いし、もう本当に取れなくなるわけじゃないですか。でもコロナ前って僕なんてセミナー年間100本ぐらいやってる時期なんて、正直そりゃねあのっていう部分もあるけど、でも休みなんてほぼないですからね。このバランスはねモチベじゃない、なモチベーションがすげえ高いじゃん。高い、そうですね。どういうふうにじゃあモチベーションってキープされるのかなっていうのを僕いつも思ってて、うん、で昔はずっとモチベーションって自分で作るものだと思ってて、はいはい、で自分で燃やして自分でこうファイヤーして、うん、長崎さんみたいにこう突き進んでやっていくものっていうのを思ってたんですけど、うんうん、最近というかまあ考え方が変わって、うん、モチベーションっていうのはあの人だなと思うんですよね。自分ではなくて自分ではない、はい、自分を取り巻く環境みたいなね。なんでなんかモチベーションってこう一生懸命自分で上げようと頑張りがち で、うん、でそれで無理をしてっていうところがあったりとか、うん、あとはまあ どうやって上げていいかっていうのが分かんなかったと思うんですけど、結局こう多くの人で関わることで、うん、あの多くのそのモチベーションが高い人間だったりとか、うん、そういう方と関わり続けることによって、うん、モチベーションがこうどんどん上がっていって、うん、高い状態でキープできるんだなっていうのを、うん、あのオンラインサロンを初めて気づきました。ああそう、はい、あそこはオンラインサロンでその気づきがあったんだ、はい、あの月会費を払ってくれて入ってくれてるっていう結構ね高いお金だからね、はい、なのでやっぱりそういう方たちってもともとのモチベーションの基準が、うん高いし、うん、で分からないものがあるからそれを学びたいっていうことで、うん、
入ってくれるんで、もともとのそのレベルが高いんですよ、うん、あの意識の、うん、まあ、技術はそのこれから学ぶとして、うん、心の燃やし方っていうのが、うん、燃えてるからこう学びたい、そういう人たちと関わってると勝手に上がるんですよ、モチベーション自分がね、僕がです、うん、はい、なので相手のエネルギーを受けてね、はい、なので僕はもうみんなのモチベーションを上げたいと思うし、うん、僕がその背中を見せないと、うん、みんなはもちろんついてきてくれないん で、うん、あので自分のオンラインサロンを買ってくれてる人たちがね、はいはい、みんなのためのオンラインサロンっていう感じではなくて、うん、本当に僕も学ばせてもらってモチベーション上げてもらってるなっていうのは本当に思います、うん、はい、例えばさ、なんかうちのお店とかに受けに来てくれる人たちとかって、まあ、雑誌の仕事がやりたいとか、はい、ネットを通じて教育をしたいとか、はい、そういうふうな憧れとか何かをしたいっていうので入ってくる人多いじゃないですか、はい、そんな中で残る人もいれば辞めていく人もいる中で、僕は最近ね、ここに行き着いたのがね、何かをしたい、誰かのようになりたい、そういうセミナーのような仕事がしたいって憧れて入っていくけど、もっと大事なことを忘れていて、したいんじゃなくてやるべきことをやれる人間じゃないと、うん、やっぱりしたいこともできないっていうことだと思うんだよね、はい、だいたい辞めていく人たちっていうのは憧れのままで終わってしまうから、うん、次に憧れるものができるのか作ってしまうのか、はい、でそっちの方に行く、うん、でもやり続けてそれを勝ち取る人、うん、まあ立石もそうなんだけど、勝ち取る人っていうのはやりたいことをやるべきことに変えられた人だと思うんだよ。だってさ、実際あなたさ、そうじゃないですか、やりたいで入ったけど、はい、途中からやるべきことをちゃんとやるようになってったじゃないですか、はい、こういうことに対して、うん、勉強も人一倍やってたし、常に手の空いてる時間になるとどっかにノートまとめたりとか、はい、それがやっぱりやるべきことで、今例えばやりたい仕事がやれるようになったのかなって、はい、俺人見ててね、そこ思うんですよ皆さん。うーん、こっちか、うん、うん、ありがとう。自分の思ってる考えを人に話してさ、うん、また違う考え聞いてさ、はい、自分のその考え方がまたアップグレードされるって、まあ、一つの未来だよね、うん、はい、うん、そこ行くと俺はなんか自分の美容師としての未来を構築する、綺麗に構築したいんだったら、ちょっとね、仲間っていうか身内の人たちにいろいろ話して、うん、打ち明けることで自分の考え方をアップグレードするのが一番、うん、なんかいい未来につながるような気がするな。なんか身内をなんかもうちょっと信頼して大切にしていき合う世界をもっともっとこの美容業界構築していきたいなって、なんかついつい外に目向かうじゃん、はいはいはい、あそこの美容室はとか、うん、美容師さんはとか、外って全てが綺麗に見えるし、うん、でもその綺麗に見えるその美容室やその美容師さんたちの全てを見てないわけだから、うん、本当の答えってそこから出るのかなって俺疑問思うのね。それよりももっとその身内の中にいる同期先輩後輩たちともっと深く話して自分の答えを見つけてもいいのかなっていうのもあるね。なんか自分の美容師人生も今までこう考えていく上で、はい、歩んできて、なんかそんな気がすんな。このお客様とだけじゃなくて、もうそのフリーランスの方もそうだし、まあ、美容室にいる方もそうだし、うん、本当に人と人との関わりを大切にして、うん、やっていけば未来って必ず広がっていくんじゃないかなっていうのは思います、うん、あと思うのが、ちょっとあんまり焦らなくていいのかなと俺思うんだよ ね。なんか今時代がね、早く動くから、うん、みんな焦ってるような気がするね、うん、もうこれからどんどん医療も良くなってくるからさ、はい、いくつまで生きるか分かんねえじゃん。だから、まあ、例えば80、90まで、まあ、90まで生きたとして、うん、まあラストゴール切るのが90歳だとしたら、30歳40歳なんてまだ半分も生きてないし、あんまり物事急ぎすぎて早め早めにやってしまうと、おじいちゃんになった時にもうピークアウトしてたら、じいさんになった時どうやって生活するんだろうって思うんだよね。だから俺ね、ピークをね70歳にしてるんですよ、うん、そこをピークにしてたら
多分俺ね78から83で死ぬと思うんですよ70でピークにしてたらあと10年ぐらいはねなんとか惰性でやっていけると思うんですよ。だから自分のピーク、あの人生の長い人生のピークの焦点をあのもうちょっと冷静にゆっくりと、そしたら結構ね焦らなくてもいいと思うから、焦るとね多分見えるものも見えなくなると思うんですよね。うん、だから焦らなくていいと思う。